KD ガールズチャンネル。今回のインスタライブは終了後アンケートがありますのでご協力をお願いします。アンケートにご回答いただければイベント参加ポイントの対象になるので皆さんアンケートの回答をお忘れなく。お願いします。はい、また奨学金や入試など本格的な質問があれば、神戸電子の公式 LINE でお答えします。それでは本日のスケジュールを説明していきたいと思います。ちょっと見にくいかな。プログラムが見えるかな。あ、オープニング、デジタルアニメ、ゲームソフト、グラフィックデザイン、キャンパス中継、建築インテリアデザインで、声優タレントで、最後にエンディングとなっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。またいろんな学科から在校生や先生が来てくれるので、はい、いろいろと質問をしながら学科の魅力や授業の様子など皆さんにお届けしていきます。はい、また普段のオープンキャンパスでは聞けないようなことも私たちが代表して説明、質問するので、皆さんも気になることや質問があればライブの途中でもどしどしコメントしてください。はい、声優タレント学科は私たちが全てぶっちゃけますので何でも聞いてください。いや、もう先輩が暴走しないように止めます。はい、ギリギリのとかしてみてください。また、はい、中継でキャンパスツアーもありますので、これまで学校に来たことがないっていう人もこんな施設や設備があるんだといろいろとね見てください。でも神戸電子って12個も校舎があるから1時間でできるかな。ちょっと難しそうですね。難しいよね。ちょっと難しそうですね。難しいので、はい、学校のホームページにその他の校舎や教室寮の中を 3DVR で見れるものがあるので、ぜひそちらも皆さん見てみてください。はい、もうそちらで結構詳しくいろいろと載ってると思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ私は中継ポイントへ行ってきますので、はい、いってらっしゃい。キャンちゃん任せます。はい、頑張ります。はい、行ってきます。なてはだ。では最初にみんな大好きアニメを作る学科の紹介です。今回はデジタルアニメ学科についてとっても詳しい先生にお越しいただいてます。丸橋先生どうぞ。はい、こんばんは。はい、はい、デジタルアニメ学科に詳しい神戸電子専門学校の丸橋です。何でも聞いてね。どや。心強いです。はい、では質問もどしどし受け付けますので皆さんお気軽にコメントしてください。お願いします。では早速質問していきたいと思います。はい、アニメ学科ってどんな学科でどんな勉強をしているんですか？はい、デジタルアニメ学科なんですけれども、はい、文字通りアニメを作る学科となっております。アニメの動きを作るアニメーションだったり、あと色を塗るペイント、制作の一連の流れを勉強することができます。はい、結構本格的にいろいろなことをするんですね。そうですね、1年で学力をつける基礎的なことから一通りアニメが作れるようになります。はい、すごいわ。もうめっちゃ圧倒されてしまいました。まあ、私も結構、まあ、イラストを描いたりとかアニメのことにも結構興味があるんですけど、初心者の方、未経験の方でも大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。この学科に入るまでね、アニメを作ったことがあるって人の方が珍しいくらいで、はい、そうです。なので1年でまず最初に基礎的な画力をつけることから始めますので、はい、全然初心者でも全く問題ありません。もうよかった。もう安心ですね。そうですね。ぜひ来てくださいね。はい、来てください。ではおすすめの授業などはありますか？そうですね、やはり専門学校では珍しいデッサンの授業があるっていうのが一つの特徴かなと。デッサン？そうです。デッサンって結構こう美術みたいな、こうガチなやつですか？あ、そうです、ガチなやつで、ちゃんとデッサンの先生がいまして、はい、その先生が1年生の時にはちゃんと、うん、なんですか、彫刻とかのデッサンとか、そちらもやっていて、やっぱり基礎的な画力っていうのを一から初心者の方でもできますので、はい、そっちから基礎的なこともできます。はい、ぜひぜひ。じゃあ
自分に自信がないって人でも一からちゃんと教えてもらえるっていう、はい、最高ですね。1年で嫌でも画力はつきますね。絶対もういろんなもう自分が描きたいイラスト描けそうですね。はい、どんどん描けると思います、はい、いや先生はどういう人がいたり、まあ、授業の雰囲気など教えてもらえたら。はい、そうですね、デジタルアニメ学科なんですけど、はい、やはり先生皆さんアニメを愛している方がたくさんいます、はい、厳しくも生徒のことを思っていた、いる先生とか、あと明るくワイワイしている先生とか、うんうん、あとデジタルアニメ学科出身でアニメ業界に行った後に戻ってきた女性の先生とかいらっしゃいます。でも共通していることなんですけど、やっぱり本気で学生の将来考えてくれてますし、はい、で頼れる方々ですね、うんうん、あと放課後とかはあの進路相談以外にも日常のこととか学生とアニメの話であの盛り上がってるとことかよく見ますね。あ、やっぱ最近の話題のアニメとかといろいろと話して盛り上がるって感じですか。そうですね、もうそのアニメの話をずっとしてて、はい、放課後遅くまで残ってるっていうのも聞いたことあります。うわ、最高な放課後。みんなアニメ好きですからね、はい、いやもう私もアニメ好きなんでちょっと潜りに行こうかな。では卒業した先輩方はどんな会社に就職していらっしゃるんですか。はい、卒業した学生さんたちはアニメ業界のアニメーターとか、はい、ペイント制作進行などになっておりますね、はい、で最近だと、はい、あの神戸に新しくできた、うんうん、新鋭動画の神戸スタジオのところにアニメーターとして就職された方もいらっしゃいまして、はい、あ、新鋭動画って言ってもわからないかな、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか作ってる、ガチ大手。大手です。すごい。があの神戸にスタジオを作りまして、新しく綺麗なところなんですけれども、はい、そこであの入ることでアニメーターとして就職された方もいらっしゃいますし、はい、あと UFO テーブルって言ってわかります。いや、ちょっとちょっとわからない。鬼滅の刃って言えば、わかりますかね。うわ、大手だ。めっちゃ大手やった。その鬼滅の刃を作っているアニメ制作会社 UFO テーブルにアニメーターとして就職された方もいらっしゃいます。すごい。アニメのその鬼滅の刃のエンディングテロップにお名前出てきてて、うわ、あ、頑張ってた。もう感動ですよそれ。いやもう自分の名前がそこに載るかもしれないっていう、ね、うわ、もうこれはもうオープンキャンパスもう来るべき。来るべきですね。はい、いや、オープンキャンパスではどのような体験ができるんですか。はい、初回ですとアニメーターの基礎的なキャラクターの模写体験ができます、はい、あ、はい、で、あの何回も来ていただくと歩きのアニメーションとか、うんうん、あと他のキャラクターの模写とかもできますので、はい、何回来ても違うことができますので、ぜひリピーターになってくれる方たくさんいます。じゃあ何回も来た結果もう顔も覚えてもらって、で入学した時にもう先輩ともいろいろと交流ができるってい もう素晴らしいですね。いろいろと聞いたので、もうこれぐらいでよろしいですかね。はい、はい、デジタルアニメ学科丸橋先生ありがとうございました。ありがとうございました。いや、オープンキャンパスもう私もちょっとオープンキャンパスはまあ声優の学科しかちょっと体験は行ったことがないんですけど、アニメちょっと気になってきましたね。あ、で、皆さんちょっとインスタライブの視聴後アンケートのご協力をお願いします。イベント参加ポイントの対象になるので皆さんアンケートの回答をお忘れなく。で、アンケートはこのアカウントのトップにリンクを貼り付けておりますので、まあ、何かもっと深い質問等があれば神戸電子の公式 LINE へどうぞ、インスタのストーリーにリンクを貼っております。ではそろそろよろしいですかね。それでは次の学科に移りたいと思います。エンターテインメントソフト学科のゆみちゃんです。よろしくお願いします。どうも。では早速ゆうみちゃんにゲーム制作の魅力を語り尽くしてもらいましょう。よろしくお願いします。はい。どんな授業で、どんなことをするんですか？主にあのゲームを作るために必要なプログラミング言語っていうんですけど、はい、そういうのを主に習って、それを身につけてからどんどんゲームを組み立てていくっていうのが主な流れですね。はい。
でも、はい、あ、いいよ、どうぞ、すみません、どうぞ。いや、でもあのゲームソフト学科だからといっても、はい、ゲームだけじゃなくて、はい、IT 分野にも精通する技術を学べることもあって、 IT って結構こう難しそうな、こう、はい、IT 企業みたいな感じの IT ですか？あの、はい、いや、最初は難しいなってやっぱりみんな思うんですけど、大丈夫です。あの神戸電子はそういう難しい部分も分かりやすいように教えてくれるカリキュラムが組まれてるんで、はい、じゃあやっぱいろいろと聞いて、まあ、いろいろと難しいことがありますけど、本当に初心者とか、まあ、私結構パソコンが弱々なんですけど、そんな私でも大丈夫ですか？いや、もう全然大丈夫です。大丈夫、私もどちらかというとここに来る前はあのパソコンはインターネットぐらいしか使えないくらいもうど初心者だったんですけど、はい、あの初心者にも安心な分かりやすい教え方を先生方はしてくださりますし、はい、あの万が一分からなくてもあの、うん、気軽に質問できるっていう環境が整ってて、はい、ね、あの分からないとこなくなるっていうのも魅力的ですね。はい、ではおすすめとか、まあ、面白い授業とかあれば教えてくださるとありがたいです。はい、私がでも、ね、あのゲームに関わる授業ですからもうどれも面白いんですけど、はい、あの強いて言うなら 2D ゲームプログラミングっていう授業があるんですけど、うんうん、この授業はもう文字通り 2D ゲームのプログラミングを主に行ってくる授業なんですけど、はい、あの自分で考える時間がきちんと用意されてて、で、うん、その時間に自分でどんどん組み立てていくと、あ、できるんだなっていう実感がすごく湧きやすい授業で、あ、ね、すごく楽しいですね。はい、結構自分の、まあ、やった分だけ自分の実力が見えて、もうそれはもう楽しいですね。もうすごいんですよ。はい、では先生やクラスメートはどんな感じですか？結構、まあ、ゲームっていうとやっぱゲームとかをまあ趣味にしてる方がたくさんいるっていう感じですか？うん、そうなんですよ。はい、もうあのやっぱりこの学科に来るぐらいですから、すごいゲームに詳しい方がたくさんいらっしゃるんですね。はい、でも先生も生徒もその話題で持ちきりという感じで、うん、はい、あ、じゃあ放課後とか結構そういうゲームとかの話で盛り上がるって感じですか？ゲームとかもいろいろとみんなでやってます？はい、もうあの友達同士でね、あのオンラインでつなげてゲームプレイしたりとか、放課後ずっと残ってゲームの話ばかりしてるとかもすごいありますね。はい、どんなゲームしてるんですか？ちなみに最近はですね、あのやっぱり Apex とかオンラインのゲームとか、あとモンハン、モンハン、あと最近出たのスプラトゥーン3とか。あ、スプラトゥーン3、はい、私も欲しいんですけど。もいや、もう楽しそうですよね。いや、もうすごいんですよ。はい、もう発売された途端にみんなが口々に出すってぐらい、うんうんうん、そう、みんなでできるゲームを、まあ、みんなで作ったりもするっていうのもやっぱりチームワークだったりも、うん、いろいろと教え合ったりもできるので、はい、いいですね。最高ですよ。はい、はい、ちなみにゲームの先生はイケメンが多いと聞いたんですけど、それは本当ですか？ガチです。あ、ガチってガチです。皆さん、イケメンな先生が多いです。あ、ということはイケメンな先生にいろいろと教えてもらえるということで、はい、はい、もうすごい、うわぁ、ゆみちゃんが照れてる。かわいい。いやもう、あ、じゃあ結構いろいろな、まあ、友達とかもできて、先生もイケメンで、はい、いやもうゲーム学科最高ですね。最高です。ではここで、まあ、ゲーム学科いろいろと聞けたので終わりたいと思います。ゲーム学科のゆみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、いやすごいな。いやもうゲームも魅力的だな。え、でもイケメンな先生がいるっていうのがまたいいな。あ、今からちょっと見に来てくださった方にもちょっとお知らせなんですが、まあ、インスタライブの視聴後アンケートへご協力をお願いします。イベント参加ポイントの対象になるので、皆さんアンケートの回答をお忘れなく。アンケートのアカウントのトップに、まあ、リンクを貼ってますので、よろしくお願いします。それでは次の先輩に登場していただきましょう。グラフィックデザイン学科の
萌えちゃんとザミちゃんです。お願いします。あ、お二人いらっしゃるんでちょっと寄って寄って、はい、イエイして、イエイイエイ、はい、自己紹介していいですか。はい、お願いします。グラフィックデザイン学科1年神戸市出身ののぞみです。同じく1年生鳥取県出身の萌えです。お願いします。はい、お願いします。はい、早速ちょっと質問をしていきたいと思います。はい、ではグラフィックデザイン学科は何をする学科なんですか。はい、グラフィックデザイン学科はポスターやパッケージといった紙媒体のデザインや、はい、あとウェブサイトのデザインやアプリ、うん、スマホアプリの画面設計といったウェブデザイン、あとは、動画制作についても学ぶことができます。アプリって、はい、あのアプリですか。そうです、はい、すごい。そうです。めっちゃすごいやん。あ、でも、はい、そういうのって初心者とか、はい、まあ、センスがないとか、デザインやったことないって人でも大丈夫なんですか。はい、全然大丈夫です。あの授業は、はい、フォトショップやイラストレーターといったあのデザインソフトを使うんですけど、うんうん、もうほとんどの方がその初心者で使ったことがなくて、で私はそのパソコン自体あまり使ったことがないんですけど、はい、でもあの通い出して数ヶ月後にはもうあのソフトを使いこなせるようになるので、全然そこは大丈夫です。え、じゃあ、はい、まあ、先生がもう結構丁寧に教えてくださるということで、はい、あ、そうです、はい。うわ、安心ですね。、はい、では、はい、まあ、どんな作品を作れるようになるんですか。そうですね、あとポスターとかロゴデザインとか、はい、あとはウェブサイトも作れることができます。ウェブっていうと、こういろいろと検索したときに見る、はい、あのウェブ。あ、そうです、はい。あれ作れるの。あれ作れます。すごい。いつから作れます。はい、え、めっちゃすごい、はい。では、え、面白い、はい、まあ、おすすめの授業などあれば。あ、面白い授業は、はい、私はウェブデザインっていう授業が好きなんですけど、はいはい、その名前の通りウェブサイトのデザインをするんですけど、はい、今課題でその自分の好きなアーティストの、はい、そのサイトを作るっていう課題をやっているんですけど、自分で一から構成を考えてデザインするのがとても楽しいです、はい。あ、自分の好きなものをだから、はい、もう余計にもう、はい、もうめっちゃ楽しい。あ、そうですね、はい、あ、自分の好きなものとことん詰め込める。はい、そうです。うわー、すごい、はい、もう楽しい授業ですね。すごい楽しいです、はいはい。では、はい、先生とか、まあ、クラスメートは、まあ、どんな人が多いですか。はい、先生は、まあ、皆さん優しくて、あとフレンドリーな方が多いので、はい、すごくあの質問しやすい環境になっています。でクラスメートは比較的なんか落ち着いた子が多いのかなっていう印象で、でもあの目指すところが似てるので、その趣味も似てるというか、イラストを描くことが好きだとか、アニメ漫画、あとはゲームをする子がするのが趣味っていう子が多いですね。はい、じゃあ結構、まあ、お話とかすると、はい、まあ放課後とかにゲームしようぜみたいな感じで、はい、あ、そうですね、休み時間とかも今日もやりました。お、はい、何やったんですか。今日はスプラトゥーンを。あー、やっぱスプラトゥーンだ。いいな、はい、私も買おう。はい、どうぞ。まあ、ちなみに私沖縄県出身なんですけど、はい、結構、まあ、こっちに来ると、はい、大阪とか、まあ、京都とか、はい、まあ、関西っていうと、はい、関西弁の、まあ、伊勢関西弁だとなんか、はい、ダメ出しされるみたいな偏見があるんですけど、はい、そこら辺は大丈夫ですか。あ、そこはもう一人暮らしをしてる萌ちゃんに代わっても大丈夫ですか。はい、お願いします。お願いします。あ、萌ちゃんが来たぞ、はい、来たぞ。こんにちは。こんにちは。お、はい。あ、萌ちゃんはちなみに何県出身でしたっけ。鳥取県出身です。鳥取県出身で、やっぱりこっち来てからあの関西弁喋って大丈夫かなみたいな。そうですね。でも周りがみんな兵庫が多いから、うんうんうん、なんか真似して遊んじゃってます。あ、いや、もうなんか普通なんですよね。結構、まあ、私の、そうですね、クラスにも香川県出身の人とかいて、まあ、結構、まあ、自分の地元の、まあ、方言とかも出るんですけど、うん、
基本はこっちに引っ張られてたんですね。そうなんか周りが関西弁多いから先生とかも関西の人なんで、うん、結構もうコテコテの関西弁でもう、うん、わーいみたいな感じで楽しんでますね。はい、じゃあ周りやっぱ大丈夫な感じですかね。まあ、偏見もあれどそんな注意はされないですか。うん、はい、全く言われないです。言われないです、はい、やっぱみんな優しいからね神戸の人ね。そうですね。神戸のね人も、うん、まあまあ、クラスメートだったりとか、うん、まあ、先生とかみんなもう優しい人ばっかりだから、うん、全然もうそこら辺はもう安心ということで、はい、そんな感じで、まあ、もう大阪とか京都よりも、まあ、神戸は比較的過ごしやすいと思います。はい、まあ、沖縄県出身の私から言うので安心ですよ。あ、でそれでは、はい、あ、そうですね、神戸のいいとこなんですけど、うん、神戸はね、あのパンとスイーツが美味しいんですよ。そう、なんか神戸のこの三宮駅の周辺、うん、めっちゃもう食べ物屋さんいっぱいあるんですよ。あ、スタバもあるし、そうスイーツ食べれるとこだったりとか、まあ、ちょっと行ったらスイパラもあるし、確かにもうスイパラとかもある。で、その、そうですね、あ、萌ちゃんはこのスイパラとか行ったことあります？はい、この前行きました。あ、行きました。はい、何食べたんですか？何、ケーキがめちゃくちゃあって美味しかったです。はい、チョコケーキがあって、うんうん、ほぼチョコしか食べてないチョコ大好きで美味しかったですよ。そう、うんうん、そう、コラボカフェとかも結構スイパラでやってるんですよね。だからもうアニメとか好きな方、うん、まあ、ゲームとかも好きな方はもう結構ね、ちょっと今終わっちゃってるんですけど2時3時のコラボカフェもあったから、そうですね、もう楽しめますよね。はい、萌ちゃん何かありますか、神戸のいいところ。神戸はやっぱおしゃれな街があるし、はい、学校の近くにあのさっき言ってたスタバが2カ所あるってのと、やっぱ駅が近いから、うん、放課後に遊びに行きやすい、そうですね、ところがすごいいいと思います。三宮駅からねもうすぐ、まあ、次の日休みとか連休とかなったらそのままもうユニバ行ってもいいから、ね、そう、ユニバも近いんだよね。ユニバ近い。そう、ハーバーランドとかも行きますよね。そう、ハーバーランドも結構いろんなお店があって、もう神戸もういいとこずくめもう神戸来てよかったってめっちゃ思った、楽しい。そう、友達と、うん、まあ、一緒に遊びに行くっていうのもできるから、うん、もうすぐ友達できて仲良くなれるし、たまに先生もいるからもう先生と遊びに行ったりですよねできるかな、うん、先生とも仲良くなれるかな、はい、はい、ではこのくらいで終わりたいと思います。グラフィックデザイン学科の萌ちゃんとのぞみちゃんでした。ありがとうございました。はい、結構たくさん喋ったそう、神戸ね、めっちゃいいとこなんですよ。もう何回も言う、これはもう本当に、いやもう本当に、何やっけな、駅の中にあるこのパン屋さんがあって、そこのパンがめっちゃ美味しいんですよ。もう前、もうちょっと、まあ、美味しい分ちょっとお高いんですけど、でもめっちゃ美味しいので。でもその他にも結構パン屋さんとか、まあ、スイーツ食べれるとこ、まあ、スイパラもそうだし、そうだな、あと、まあ、アニメとか好きな方だったりとかはアニメイトも近くにあるので、そう、アニメイトね、学校帰りに寄れるっていう最高なポジションそうだし、そうだな、あ、そうそうそう、あ、そういえば、あ、今からちょっと来た皆さんにもちょっとお知らせいたします。ちょっとインスタライブの視聴後、アンケートへのご協力をお願い、イベント参加ポイントの対象になるので皆さんアンケートの回答をお忘れなく。で、アンケートはこのアカウントのトップにリンクを貼っておりますので、何かもっと深い質問等があれば、いい、ね、神戸電子の公式 LINE へお願いします。中継がつながっております。つながってますか。では皆さんお待ちかね、キャンパスツアーのコーナーです。中継先の先輩先生、聞こえてますか。聞こえてます。ではま
ず自己紹介していきたいと思います。お願いします。はい、皆さん再び中継来ました。声優タレント学科沖縄県出身の大城みなみですと、グラフィックデザイン学科2年のうさきの子がA です。よろしくお願いします。お願いします。はい、私は声で出演します。広報課の北条と申します。2人とも元気満々で、中継先からでも伝わる熱気もう素晴らしいですね。もう見ている皆さんにも届いておると思います。はい、では早速レコーディングスタジオに潜入してください。はい、ではここからは広報の北条が説明させていただきます。まずここはですね、神戸電子専門学校は12棟の校舎があるんですけども、そのうちの一つ北野館という校舎の5階に来ております。ここはですねレコーディングスタジオといいまして、主にサウンド系の学科ですね、サウンドテクニック学科、サウンドクリエイト学科、声優タレント学科が使っている実習室になります。ではお二人中に入っていきましょう。あ、そのままでいいよ。はい、ここ土足厳禁なんでね、ちょっとスリッパで入っていきたいと思います。見えてますかね。はい、めっちゃ広いめっちゃ機材ある、はい、広いですよ。どうぞ座ってください。見えてますかね。こちらがですね、まずはミキシングコンソールと言います。はい、昨年度新しく導入されまして、世界最大のメーカー SSL オリジンのミキシングコンソールと言います。はい、こちらはですね、音楽関係の雑誌にも掲載されまして、すごいところはですね、アナログなのが特徴です。こっちに後で見に行くんですけど、収録のスタジオがあるんですけども、こちら側で楽器やアフレコをして、このコンソールを使ってみんなが心地よく聞こえるように調整する機械になっております。お二人使い方わかりますか？わかりません。はい、わからないですね。学びたい方はぜひサウンドクリエイト学科、サウンドテクニック学科に来てください。ではこちらに移動していきましょう。はい、こちらがですね、よくテレビやドラマ、アニメなどで見るかもしれないんですけども、実際にですね、アーティストさんや声優さんが待機する場所ですね。また、神戸で専門学校デジタルアニメ学科があるんですけども、アニメ作品のアフレコを行うときに、ここにアニメ監督が座って、マイクを通して、こちらの演者さんに指示を出すような場所になっております。ここは南さん、来たことありますかね？あります。はい、ここで授業をすることもあるそうです。それでは、スタジオの方に移動していきたいと思います。どうぞどうぞ。はい、サウンドの学科以外にもね、アニメの学科さんとかが使えるようなお部屋です。はい、ではこちらですね、こちらが実際に声優タレント学科演者さんが使用するスタジオ側のブースになっております。実際にどういう場所に立ってアフレコするんでしょうか？画面の前にマイクを2本立ててアフレコをしています。はい、ありがとうございます。こっちの画面にですね、実際はアニメの映像が映りまして、この大城さんが立っている位置でアフレコを行う形になっております。ではここでちょっとしたクイズなんですけども、このスタジオ側とコントロール室の間になんか鏡みたいなのがあるの分かりますかね？窓ガラスがあるんですけども、はい、これ横から見るとちょっと斜めになってるの分かりますか？ちょっと斜めになってます。なってるよね。はい、これなぜかというと、大城さん、じゃあちょっと大きい声出してみてください。はい、このようにですね、声はまっすぐ前に飛びます。なので、大きな声を出すと自分に返ってきてマイクが自分の声を拾ってしまうんですね。なのであえてこう斜めにガラスをすることによって、大城さんが発した声を上に飛ばすような仕組みになっております。これ本当にプロの現場でも使われているようなスタジオなので、実際に神戸電子専門学校にプロの声優さんをお越しいただいた際に、このスタジオを見て、僕が昨日収録した場所よりすごいね、いい施設だねというふうにお褒めの言葉をいただきました。
こんな教室で、授業をするんですけども、声優タレント学科、この教室は週に1回ぐらい使うんですかね。そうですね、結構な頻度で使わせていただいてます。はい、声優タレント学科希望の方、授業を楽しみにしておいてください。それでは4階の方に移動していきましょうか。はい、はい、じゃあちょっと下の階に移動していきますね。はい、サウンド系の学科希望の方、サウンドテクニック、サウンドクリエイト、声優タレント学科希望の方は楽しみにしておいてください。よいしょ、戻さないけど、あ、いいよ、後で直すよ。ではちょっと皆さん移動の時間をね、お楽しみください。ここは 5階になっております。はい、階段気をつけてね。はい。はい、ここ4階ですね。はい、こちらはコラボレーションスタジオとなっております。はい、フリップをフリップお願いします。はい、コラボレーションスタジオです。では早速ちょっと重たいドアを開けていきましょう。はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあまず右側ですね。はい、こちらどうぞ。よいしょ。えちゃん。はい。はい。こちらはですね、コラボレーションスタジオ、先ほどの一つ下の階、4階になっております。ここはなんですけども、例えば声優タレント学科が中のブース、ね、えちゃんがいるところですね。ここでナレーションをしたり、ラジオのフリートークの勉強をしたり、あとこの部屋でもアフレコの収録をすることができます。で、ここはですね、今大城さんとえいちゃんに一つのブースを紹介してもらってるんですけども、実はこの教室、このブースがぐるっと4つあります。これくるくる回っていくと分かるんですけど、4つあります。はい、ではちょっとスピーカーの方も紹介したいと思います。はい、こちらにですね、なんかちょっとアスレチックみたいな機械があるの見えますかね。この周りについている黒いのはすべてスピーカーになっております。ぐるっと一周ありますよね。これ何個ありますか？はい、12個あります。こちらですね、 7.14 チャンネルっていう立体音響の仕組みをこの学校の実習室の中に作っております。で、これ12個もスピーカーを使って何ができるかっていうと、ここにプレステ5があるのが見えますでしょうか。はい、こちらはですね、ゲームをする部屋、ま、ではなくて、ゲームのサウンドを作っているサウンドクリエイト学科があるんですけども、そちらがですね、立体音響の勉強をする部屋になっております。はい、この実際真ん中に立ってこのテレビにゲームであったりだとか映像を流すと、このぐるーっとスピーカーがあるんですけども、このスピーカーからすべて音が出る仕組みになっております。実際オープンキャンパスに来てもらったらこれ体験することできますので。すごいよね、某ゲームとかをやるとね、実際後ろから敵が来るっていうのが臨場感あって楽しむことができます。はい、でここで最後にですね、この実習室では卵、女子部おすすめの卵の紹介をしたいんですけども、卵どこですかね。卵は見当たりませんね。はい、回れました。卵ってなんやねんって聞いてる人思うかもしれないんですけど、ここにですね、いつもはこう卵型の椅子がありまして、その卵の中に入ると音の中に包まれたような体感ができるんですけども、今週ですね、東京ゲームショーがありまして、今日の朝東京ゲームショーに出荷されてしまったそうです。今週以外のオープンキャンパスにお越しいただく方はまた見ていただくことができると思いますので、はい、また遊びに来た際はね、ぜひその卵を座ってみてください。はい、
では続いてもう一つ下の階に行きましょう。はい、はい、2人ともねちょっと浴衣で歩いてくださってるので気をつけてね。はい、では4階から3階に降りていきたいと思います。この2人が降りてる階段なんですけども、ちょっとね螺旋階段になってておしゃれです。そうですね。はい、では最後ですね、今3階に降りてまいりました。こちらはですね建築、では先に皆さんにはこちら、はい、これ見えますでしょうか。なんかおしゃれな家みたいな感じな模型があるんですけども、はい、こちらはですね、日本最大級の学生設計コンテスト建築新人戦って聞いたことありますか皆さん。知らないよね。建築新人戦っていうのが、建築を学ぶ学生たちがエントリーをしておりまして、皆さんもね一度は耳にしたことがあるであろう有名大学の3年生が名を連ねる中、専門学校では初の上位16選にも選ばれた作品になります。はい、ぜひねこれ実際見ると本当に細かくて、多分生で見た方が面白いと思います。 TikTok にも載ってるのでよかったら見てみてください。はい、でこちらはですね実際に図面を描く際に使用する道具だそうです。何に使うんでしょうね。はい、ちょっと私は建築学科ではないのでわからないんですけども、ぜひオープンキャンパス体験来た際に先生に聞いてみてください。はい、ちょっとだけ覗いてみましょう。何やってるんだろうか。はい、学生と先生がね作品を制作しております。ではそろそろお時間になりましたので、ここで北野館からの中継は以上にしたいと思います。それでは、お二人最後にメッセージお願いします。あ、じゃあ南さんから、見ての通り校舎は綺麗でいろんな作品も展示されていて、とても楽しい学校だと思います。まずはオープンキャンパスに来てみて、自分の生でね、生の肌で、ね、生のじゃないね、肌でね味わってみてください。はい、じゃあありがとうございました。じゃあお二人はこの後また登場してくれるんですよね。はい、はい、じゃあエンディングトークでお会いできるそうです。ではこちらからは以上です。バイバーイ。キャンさんお願いします。はい、ありがとうございました。キャンパスツアー中継でした。結構いろんな教室がありましたね。そうでしたね、環境も素晴らしくて、はい、はい、で結構なんか広かったね。とにかく広い。レコーディングスタジオなんかいつ私も使ったことはあるんですけど、本当に、はい、この動画とか、まあ、録音するときに、まあ、このレコーディングスタジオに入って、でそれでもう完全に音が何も聞こえない状態になるので、でそこで録音して、まあ、自分のセリフだったりとかを言って、まあ、授業に提出するみたいな感じのものがあって、本当にもう機材がもうとにかくすごいんですよね。めちゃくちゃかっこいいですもんね。はい、そう、建築とかもなんか模型が あったんですけど、結構本格的で、はい、なんかあれだったな、こうめっちゃ細かい、こうはしごとかもめっちゃ細かくて、はい、ちなみに萌ちゃん何かありますか。あ、私ですか。はい、見どころ、はい、のぞみちゃんです、ね、のぞみちゃんです、すいません、はい、見どころですか。はい、さっきのスタジオの見どころですか。グラフィックデザイン学科の、はい、施設の、はい、魅力でもいいですか。はい、そうですね、
デザイン雑誌とかが結構たくさん置いてあるので、そこが魅力かなと思います。あ、うん、結構そういう雑誌とかを見て勉強もできるって感じですか？はい、あ、そうです。はい。もう本当にたくさんあるので。はい。はい、あ、じゃあ結構勉強になるよね。はい、そうです。はい。でも結構、今回中継で紹介できなかった場所の他にも、いろいろと、そうだな、はい、大きい舞台だったりとか、うん、ホールとか、まあ、演劇をする場所だったりとか、もうたくさんあって、ここまで広い設備が整ってる学校、そんなないんじゃないかって思うぐらい。うん、そうですね、はい。すごい施設が充実、すごいしてますよね。うんうんうん、他にも、声優のやつもそうやし、あ、だそろそろ次の学科の準備ができたようなので、うん、先ほどの中継コーナーにありました建築インテリアデザイン学科から、またまた詳しい先生のご登場です。藤原先生、どうぞ。あ、手にしましょう。手にしましょう。はい、こんにちは。お願いします。建築インテリアデザイン学科の藤原です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、神戸電子の近くには有名な観光地で映えスポットもたくさんある偉人館がありますよね。はい。はい、神戸電子の周辺にはですね、有名な建築家の方が設計された建物であったりとか、はい、歴史あふれる建物たくさんあります。はい。はい、実はこの偉人館をはじめ学校周辺には安藤忠雄さんが設計された建物がたくさんあるんですね。そうです、安藤忠雄さんが設計されたですね、建物たくさんありますし、はい、最近もですね、東遊園地という場所に、子ども図書館という図書館をですね、設計されたものが、建設されました。はい、ちょっと建築は私あんまりわからないので、たくさんちょっと聞いていきたいと思います。はい、どんどん聞いてください。はい、お願いします。まず、どんな勉強をするんですか？はい、建築インテリアデザイン学科はですね、はい、神戸電子の中で唯一出願の際に、建築、建物の勉強をメインにする建築デザインコース、もしくはインテリアや内装のことをメインで勉強する、建築インテリアコース、どちらかのコースを選択する学科となっています。選択制なんですね。はい。で、実際にはですね、建築の CG であったりとか、図面の描き方であったり、そういったものですね、国家資格である建築士2級の受験資格を取るための勉強というのをやっている学科になります。結構本格的な勉強を。そうですね、はい、はい、国家資格を取るための勉強になります。すごい、国家資格。はい、すごいです。はい、はい、結構そういう国家資格とか難しそうですけど、はい、初心者の未経験の人でも大丈夫ですか？はい、実際に入学する方の、8割から9割の方は、はい、建築、インテリアのことを初めて勉強する方がばっかりになります。はい、そうですね、工業高校とかでね、はい、建築の勉強されている方もいるんですけども、本当にごくごく少数で、ほとんどの方が初めて建築、インテリアを勉強する方々になってますので、はい、安心して勉強していただける環境になっています。じゃあみんな同じスタートラインということで。はい、そうです。はい、1年生でどのくらいできるようになるんですか？はい、実際にですね、在校生の、みんなに聞いてきたんですけども、はい、やっぱり、建築の CG の授業ですね、はい、最初はやっぱりソフトの使い方というところから始めていくんですけども、うん、実際に自分の頭でイメージしたものをこう組み立てていく、うん、CG で作っていくというところで、だんだんこうイメージできたものが形になっていくと、うん、こういったものがすごく楽しいし、うん、それを実際に課題が定期的にありますので、その自分で作ったものをまあ発表したりとか、まあ、そういったこともやっているので、まあ、初心者の方でもですね、まあ半年ぐらい、まあ、しっかり基礎から勉強していて、夏休み入る前にはね、まあ基礎っていうのはしっかりできているような状況になっています。結構1年生の間から、はい、結構ちょっと序盤からいろいろなことができるようになるんですね。はい、そうですね、今日ちなみに私ちょっと授業 の、はい、見学に行ってたんですけれど、あ、授業をちょっとね見てたんですけれども、はい、インテリアデザイン学科の1年生の学生さんが、はい、神戸のね、企業さん、はい、オーダーキッチンのね、企業さんとこう連携をして、はい、学生さんが考えたこうキッチンを、企業の方にプレゼンをする、まあ、来週が本番なんですけども、はい、まあ、そういったことも1年生の方がやってたりもしてます。はい、すごい、はい、1年生の時からそんな、もうめ
ちゃすごい企画そうそうですね、みんなもあのいろいろ、ね、あの悩みながら苦労しながらではあるんですけども、すごく頑張っていました。へ、先生はどんな人で、まあ、授業の雰囲気だったりはどういう感じですか？はい、先生方はですね、建築士やインテリアデザイナー、インテリアコーディネーターの資格を持っておられる先生方々になります。はい、実際に中にはですね、あの神戸電子建築インテリアデザイン学科で、卒業した後、業界でお仕事をされて、今先生として戻ってこられている方もいらっしゃったりしますので、学生の気持ちをね、すごく分かった先生もたくさんいらっしゃいます。授業の雰囲気は、やっぱりあの国家資格を取るための勉強になるので、どちらかといえば真面目に、はい、あの静かに黙々と勉強しているというのが風景としてはよくあります。結構集中して勉強ができる環境が整ってるんですね。そうですね、はい、もう本当にみんな集中して、はい、しっかり、まあ、朝9時20分からね、うん、始まって夕方、まあ、3時50分、まあ、日にもよるんですけども、うん、しっかりみんなね集中して勉強されています。はい、すごいコンテストに出ているということを聞いたんですけど、はい、あの先ほどの、はい、中継でも出てました模型ですね、はい、建築新人戦というあの全国の、建築を勉強する大学生の方、はい、専門学生の方が、まあ、応募するコンテストがあるんですけれども、はい、神戸電子専門学校は、今年も入選しましたので、はい、11年、ありがとうございます。11年連続、はい、あの100選に選ばれております。結構あの細かいこうはしごとかいろいろと内装とかもめっちゃ凝ってたやつ、はい、そうですね、もう今日も、ちなみに、100選に選ばれた学生さんがちょっと模型を作ってたんですけども、はい、本当にもうミリ単位でこう計算をして、すごく頑張ってました。うわ、でもそれがやっぱ好きなことだからできること。そうですね、そして自分でこう作りたいと考えたものを形にしていくので、はい、やはりそこにすごく面白みを感じている学生さんたくさんいらっしゃいますので、はい、まあ、すごくみんな楽しんで、まあ楽しん、まあ辛い部分はあるんですけどもやっぱ自分のは好きなことばっかり、まあ、楽しいことばっかりじゃないですかね。いや、深いこと言いますね、はい、その通りです。はい、では、オープンキャンパスではどのような体験ができますか？はい、オープンキャンパスでは CG を使ったですね、建物の組み立てであったりとか、はい、あとは建築の模型、実際に立っている安藤忠夫さんとか、まあ、いろんな著名な方が設計された建物をこう組み立てるような設計、あの建築模型があったりとか、あとは部屋の間取りを考えるような、ね、体験もあったりします。はい、あの来校されるごとにいろんな内容の体験できますんで、うん、建築インテリアですね、両方興味のある方、あのこぞってねご参加いただければと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。来てねって。あ、ぜひはい、でも結構いろいろと質問してきましたけど、はい、やっぱインテリアっていうと、はい、まあ、私がまあ沖縄県出身ということで、うん、まあ、こっちに来てから、はい、まあ、いろんな、まあ、おしゃれな建物、まあ、神戸めっちゃおしゃれなんで、はい、こっちに来てからいろんなおしゃれな建物を見たんですけど、はい、そういう建物を自分で設計できるということで、はい、そうです。はい、なので授業の一環で瀬子さんのインテリア、イケアさんとかね、はい、ちょっとこう校外学習で行ったりとか、うん、あとは実際に、まあ、毎月ね、いろんな建築とかインテリアの雑誌であったりとか情報発信されますので、はい、まあ、そういったものを学生さんにこう見てもらったりとかね、うんうん、はい、まあ、それこそ神戸のこう街並みをこう見て回ったりとか、まあ、そういったものもやってたりもします。はい、あ、じゃあ神戸の街並みから勉強できることもあるって感じですか？そうですね、はい、本当にこのめっちゃいい環境神戸電子はね、海と山に囲まれた場所にありますので、はい、まあ、それぞれね、あの季節ごとでいろんな色合いもね、あの建物もこう見せてくれますんで、うんうん、まあ、そういったものもこう見れたりとか、まあ、自分がこう何か考えたりとかイメージするときの参考にしたりという学生さんもたくさんいらっしゃいます。はい、たくさん質問を答えていただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。建築インテリアデザイン学科、藤原先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、建築も奥深い。すごいな。そう、めっちゃ細かい。はしごとかもめっちゃ細かかったし。いや、もう、インテリアもいいな。いろんな学科のいいところが聞ける。素晴らしいですね。あ、今からちょっと来た皆さんにもお知らせなんですが、インスタライブの視聴後、アンケートの ご協力をお願いします。イベント参加ポイントの対象にもなるので、皆さんアンケートの回答をお忘れなく。アンケートはこのアカウントのトップにリンクを貼ってありますので、よろしくお願いします。では、最後に、
私たち声優タレント学科に行きたいと思います。では先輩方お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。声優タレント学科1コース鳥取県出身の北脇萌です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち声優タレント学科の推しポイントをたくさん紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ではまずは1つ目。はい、1つ目でしょ。はい、1つ目はイベント出演、外部へのイベント出演がいっぱいできるという点です。はい、ではここはイベントの経験が豊富な大塩先輩に説明してもらいたいと思います。はい、大塩先輩お願いします。はい、声優らしく声だけの出演です。はい、はい、先ほども出演させていただきましたサブ MC 大塩です。はい、はい、そうですね、私もこの神戸電子専門学校に入っていろんな経験をさせてもらったんですけど、はい、078神戸という大きなプロジェクトの中の一つに空水族館というものがありまして、この三宮商店街、三宮センター街を VR で水族館にしたこのものをやってまして、それのナレーションをさせていただきました。おー、すげえ、さすが先輩。その同じプロジェクトの中で、はい、バーチャルアルバイトというものをしてまして、私がVR を YouTuber みたいな感じで VR の二次元の女の子に変わって、お、最近話題の VTuber というやつですか。そうそうです。大画面でお店に設置してもらって、私が実際接客をするという貴重な体験をさせていただきました。また神戸電子って、はい、もちろんいろんな現役の先生方が、はい、いますね、いますので、はい、その先生たちからの紹介でダンスのショーに出たりとか、はい、ミュージカルに出たりとか、はい、あとはラジオとかね、うんうん、生放送で出させてもらったりもしています。はい、もうたくさんもういい経験ができるんですね。できますね。二人もね、頑張って出てみてください。はい、頑張ります。先輩見習おう。ありがとうございます。はい。私も先輩みたいにいろんなイベントに出れるように頑張りたいと思います。はい、頑張ろう。それでは続いて二つ目です。二つ目。ダダーン。2つ目はコラボレーションがいっぱいできるよってところです。ホーム電子にはたくさん学科があっていろんな学科があるんですが、そのコラボレーションもたくさんできます。ではここはキャンさんに説明してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今、まあ、オーディションが終わった後なんですけど、朗読劇の方にオーディション合格しました。ありがとうございます。そう、ちょっと小人の役でやらせてもらうんですけど、まあその他学科さんとのコラボレーションということで、今回オーディションが依頼がありまして、でそこで出演させてもらうんですけど、そのコラボレーションっていうのがやっぱ神戸電子多くって、このアニメ制作学科の皆さんとコラボレーションをして、そのアニメ制作学科の皆さんが制作したアニメに、この声優タレント学科のメンバーでオーディションを行って、うん、そのメンバーから選ばれた人が、そのアニメに声を当てることができるというようなこともあったりだとか、そうですね。まあ、いろんな、まあ、卒業制作だったりとか、そういうのでコラボレーションだったりっていうの、この依頼とかがあるので、もうその分も声優タレント画家も引っ張りだこですね。お、ここの依頼もお願いしますみたいな感じで、もうたくさん、まあ、朗読劇もそうだし、まあ、アニメとか、まあ、ダンスもそうだし、いろいろなイベントに参加できるので、もうとってもいい経験と、まあ、楽しいです、本当に。もう将来の夢にもつながるので、もうおすすめですね。はい。1年生にも出演の機会がもらえるのってすごく嬉しいよね。はい。それじゃあ、いよいよ最後の推しポイントに行きたいと思います。はい。最後、お願いします。はい。じゃじゃーん。最後の推しポイントは私から、ここにも書いてあるんですけど、初心者でも大丈夫ってところが一番の推しポイントです。はい。
実は私はすごく人前で発表するのが苦手でして、ね、はい、こっちに来てからもなかなか大きな声が出せなくて自信が持てなかったんですね、うん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 、ただ神戸電子でお友達ができて、うんうん、でたくさん練習したことで、まあ、こうして前に出てみようと思う、うん、自信がついたんだな、うん、でまあ、まだまだ頑張らないといけないところは多いんですが、うん、まあ、将来の夢に向けてこれからも頑張っていきたいと思います。はい、頑張れ頑張らな興味がある方はぜひ一度神戸電子専門学校のオープンキャンパスに来てみてください。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。それでは、まあ、そうですね、これからちょっと先輩から、ちょっと今回出演できなかった先輩から皆さんへのメッセージをご紹介したいと思います。高校生の時にやっておいた方がいいこと。まあ、IT だとプログラミング模者がたくさんいるので、わからないことは入学後、賢い友達を作って教えてもらうといいそうです。難しいことを言いますが、エンジニアといってもいろんな職種があるので、自分の得意なエンジニア職を見つけたりすると楽かも。とプログラマーとかサーバーとかと書いてあります。質問する力を身につけること、まあ、先生に褒められますということです。とグラフィックデザイン学科からは、とにかく入学前に広告たくさん見ておいた方がいいとのことです。グラフィックデザイン学科、まあ、先ほどもありましたが、いろいろな、まあ、ウェブデザインとかもあったりしたのでね、広告見ておいた方がいいと思います。で、共通で授業関連は入学してからで大丈夫だと思います。まあ、どうしても不安という人がいたら、まあ、タイピング練習はしといた方がいいかと思います。結構声優の学科でも、授業でこのタイピングとか、まあ、いろいろとする機会があるので、まあ、そこら辺は、まあ、やっておいた方がいいと思います。まあ、あと、一番は、とにかくその時しかない高校生活の一日一日を楽しんでほしいです。ということです。そうですね。あと、こんな人におすすめっていう項目で、まあ、IT だと、パソコンなどの IT 機器が好きな人、プログラミングがやってみたい人に、おすすめですということです。と自分の学科で良かったこと、と共通でやりたいこと勉強できたっていうのがやっぱり一番ですね。まあ、私も、まあ、声を使った仕事がしたいっていうことでこの学科に入ったので、まあ、こういう機会を設けさせていただいて本当感謝です。で、と IT だと IT を学ぶことで市販のソフトやゲームアプリなどどうやって作られているのか視点まで変わるということです。まあ、特に初心者の方は分からないことを知れたり、プログラミングができるようになることが楽しさだと思います。とコマンドだったりを幅広く扱えて、今でも会社で活用できるので習ってよかったということです。はい、ここで習ったことがやっぱ今後にも活かされるんですね。で、と神戸電子でよかったこと、と共通で、その気になれば自分のやってみたいことを実現できること、やっぱり、まあ、自分の好きなことを、やっぱ仕事にするとか、そういうのがやっぱ難しいから諦めるっていう人も多いと思うんですけど、やっぱり自分のやりたいことをやらないまま諦めてほしくないです。本当に自分の人生なんで楽しんでほしいです。あと、趣味を共有できる人がたくさんいるっていうことと、あと女子部の活動は本当に楽しかったということです。いや、もう分かります。もう私も楽しいですよ。あと、高校生の皆さんへ、すでに入学が決まってる方は、残りの高校生活をとにかく楽しんでください。とまだ入学を迷われている方は、理由にもよりますが、少し先のことを考えてみて、IT の道に進みたい気持ちがあるなら、入学を決めてもいいと思います。エンジニアという言葉で全てを一括りにすると、マジで詰みます。自分の得意不得意を見つけて、それにどう向き合うかまでが学校での勉強だと思っております。今の時代、パソコンを触れないと仕事ができないとも言われているので、最低限触れるように絶対しましょう。
と卒業後何かつまずくことがあっても自分を否定せずやりたいことを学ぶ意欲があるなら悔いを残さない道を選ぶといいと思いますという方です。はい、これで先輩からのお便りは以上になります。それではこれから女子部でちょっとトークをしたいと思います。先輩方おいで。はーい、おかえり。します。はい、じゃあそれでは女子部についてちょっとトークしたいな。トークしたいね。はい、していきたいと思います。まあまず、まあ皆さん、まあ初めて見る方はちょっと女子部とは何ぞやって思うかもしれないので、ちょっと女子部とは何ぞや はい、女子部は神戸電子専門学校の数少ない女子たちが集まって学校の PR をしたり、はい、交流会、うん、それこそ他学科との交流とも意味があるんですが、うん、留学生とも交流ができるよっていう素敵な部活です、うん、はい。結構まあ交流で言うと、うん、まあこうやってインスタライブをする時にも、まあ他の他学科の人と交流する機会もたくさんあるので、うん、やっぱりこの女子部だけで結構友達が増えますし、うん、その友達といろんな、まあ、ご飯食べに行ったりとかもしましたし、うん、楽しいです。楽しいね。めっちゃ楽しい。他の学科の授業の内容とか聞けると、自分はなんかちょっと興味はあるけど、うんうんうん、そこには行かなかったから、行けないから、なんか話聞けるだけで楽しいよね。そうどういう授業やってるのかっていうのを聞けるからね。うん、あ、じゃあ次は、部長。え、実は映ってないけど部長いるんです。部長こっちにいるんです。こっちにいるんです。じゃあ女子部のおすすめポイント何か。女子部のおすすめポイント、おすすめたくさんあると思うんですけど、おいしいものが何でしょうね。多学科との交流ですね、やっぱ、うん、あとは留学生との交流もあるので、うんうん、なんかいろんな国から来てくださってる留学生もいる、うんうん、海外の方から来てくださる人もいる、ね、そうなんですよ。だからそれで文化に触れることができるので、うんうん、それが一番でかいかな。うんうんうん、他におすすめ、他におすすめ、最近で言うとちょっと終わっちゃったんですけど、スタンプラリーとかもイベント、うん、神戸のイベントごとに参加できるっていうのも楽しいポイントではありますね。やっぱ、うん、そういえば一人ブログ書いてくださったのが神戸市のホームページのリンクに載ってるらしいですよ。載ったんですよ。素晴らしいですよ。素晴らしいですね。さあ楽しむのね。ゆみちゃんが、ゆみちゃんが書いてくれました。ゲームだったのね。はい、ありがとう。いや、私も読んだけどめちゃくちゃ面白くて、うん、あっという間に最後まで読み切りました、ね、なんか文章読むの苦手だよって子でも全然読めると思います。はい、読めるもんね、はい、ちなみに、はい、女子部には、はい、あのマスコットキャラクターがいるんですけど、あ、一応こっちにもね、あ、今回お月見ということで十五夜お月見のお月見しました。そう、こちらね、うさきのこになります。うさきのこです。そう、うさきのことは、先輩。うさきのことは、女子部の可愛いキャラクターです。はい、うさぎでも、きのこでもありません、はい。特に何も考えてない。そんな不思議な可愛い女の子、生き物いつの間にか。いたんだよな。そう、いつの間にかいたらしいね。いたんだよね。いつの間にかそばにいる。うさきの子。うさきの子、あなたのおそばに。うさきの子。そう、季節ごとにね、うん、なんか、いろんな派生ができるんだよね。そう、今回。レアうさきの子がね。レアうさきの子いっぱいいるんだよ。ったりとかね、言うと、いるからね。そう。そうそう。そう、うさきの子にね、声がついたんですよ。あは。そう、声がついたんです。そう、いろいろなね、うさきのこちゃんがね、いっぱいいるね。いっぱいいるね。うさきのこちゃんがいるのよ。その声はどこで聞けるんですか？女子部の SNS で、SNS で今後上がるかも。月曜日です。月曜日。火曜日？
火曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、いっぱいいます。いっぱいいますね。いっぱいいます呼び方でうさぎの子が分かれてます。はい、ちなみにこのうさぎの子の声を担当してるのは何を隠そう、声優タレント学科のみんなです頑張りました、ね、ちゃんとオーディションしたもん。しましたねやったやった。そうみんなね、てか、うん、本当にそういろんな色いて可愛いな、いっぱい。これがレアウサキノコの一人。一人っていうのかな、一匹っていうのかな、わからないけど。ヘリもいる。ヘリもいる。数え方がわからない。そう、数え方も謎。本当になんか謎。謎だらけ。謎だらけなのね。なのに、そう、色、そう、なのに、うん、みんなに愛されて、うん、で、可愛いと言ったら、めっちゃ喜ぶ。うん、そう、かわいいかわいい、うさぎなこちゃん。もうこれはかわいいと言うしかないですね。みんなも押してください。押してください。推しから決めるのもいいかもしれないね。あ、それいい。私、このうさぎの子が好きだから、私は今日ピンクの服にしてきた、みたいなのあれば。そう。そう、声タレのね、そう、コラボでもあった、この声がついたから、うん、その声とかも聞いて、あ、このうさぎの子めっちゃ推せるみたいな。のが、もしかしたら、推しキノコが出るかもしれない。うん、できるかもしれない。皆さん押してください。はい、お願いします。じゃあ、まだまだ皆さんにお話ししたいことがたくさんあるのですが、終了時間が近づいてきました。いやいや。残念。残念ね。じゃあ、大城先輩、インスタライブを振り返ってどうでしたか？はい、なんかすごくあっという間でしたね。はい。いや、なんか楽しかったです。なんか、この楽しさを画面の向こうのみんなにも、はい、あの、なんだろう、伝えられてたらよか、はい、いいのかなと思います。嬉しいですね。いや、もう私もちょっと、今回ちょっと初めてだったので、神々でも申し訳なかったんですけど。はい、緊張は取れましたか？まあ、楽しかったです。楽しかったので、よしはい。それでは、最後までご視聴いただいた皆さん、本日のアンケートのご協力をお願いします。はい、お願いします。よいしょー。はい。アンケートお願いします。アンケートお願いします。インスタのトップに URL 貼ってまーす。で、神戸電子 LINE での質問も OK です。インスタのストーリーに URL 貼ってまーす。はい。で、そう、学費や入試などの Zoom、うん、で、相談受付中です、うん。これもインスタのストーリーに URL 貼ってますので、よかったらお願いします。はい、本格的な質問がしたい人はね、公式 LINE がいいらしいです。そうそうそう、公式 LINE でめっちゃ詳しいこと全部答えてくれるから、うん、私 もう入学前にお世話になった。お世話になった。とってもお世話になった。なんかアンケートの行き方わからないっていう人は、そうそう、インスタの DM とか、あと公式 LINE で、うん、インスタライブ見ましたってコメントしてくれればご案内します。はい、お願いします。はい、できればぜひ、今日の感想をね、みっちり書いてほしいよね。そうだね。私たちのモチベーションにつながるからね。そうね。はい。深夜2時とかに、急にこれ教えてとか聞きたいっていう時でも、まあ、メッセージ送っても、OK。OK かな？夜中2時にすぐ返信とはいきませんが、大体の質問は答えてもらえます。はい。はい、また、インスタやツイッター、TikTok、うん、YouTube などでも、学校の情報を随時配信しているので、うん、読んでいただけたら、フォローやいいねなどお待ちしています。SNS はなんか本当、今身近に、なんか学校のことを知ることができるツールだったりするので、はい、お家の中になんか今コロナ禍だから、うんうん、お家の中でもなんか学校の中体験できるってすごくいいよね。はい、うん、いろいろと神戸電子のことを調べて、うん、神戸電子好きになってほしいですね。はい、皆さんもぜひ見てみてください。はい、お願いします。それではこのあたりで本日のインスタライブは終了します。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。みんなおいで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 みんなおいで、みんなおいで。あ、こっちもおいで、こっちもおいで。みんなでね、バイバイしたいんだよ、ね。みんなでバイバイしたいからね、寂しかったから、そうそう、みんなでバイバイしたいんだ、ね。2人だと寂しいからね。そう、みんなおいで、みんなおいで。映るかな？映る、映るよ、映るよ。映りませんね。無理があったね。でも声だけはみんな届けていきましょう。はい。
ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。バイ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 。